ドイツグルメ、皆さんこんにちは、マグチです。今日もドイツビールを飲みたいと思います。今日飲んでいくビールはですね、このビールです。ラーディスベアガープリツナっていうビールなんですけれども、ラーデンスペアク出身のビールです。で、ラーデンスペアクはドイツのどこからどこにあるかというとね、ここ出身なんですよ。で、まあそれをまあドイツ出身で日本でも販売してます。この動画の下のリンクにこのビールのリンク貼っとくんで、よかったらこのビールを飲んでみてください。そして私も飲んでみたいと思うし、イエーイ、乾杯。おっ、なんか酸っぱい感じがあってすげえ美味しいんですよ。日本のビール飲んでもいいんだけど、たまにドイツビール飲んでもやっぱそっちの方が好きなんですよ。これは美味しい。皆さんどうですか？このビール飲んだことありますか？もし飲んだことあったら随時コメントで教えてしてください。こちらでドイツビールを飲んでみるという動画を作ってるので、ドイツビールに興味あったら、飲んだことあったら、もし何かあったらコメントで教えていってください。で、ツイッターでも活躍するので、ツイッター見たり YouTube 見たり、ぜひフォローしてください。乾杯。ウストンレスマーチュース。これグッドだよ。わあ、ゼレカ。このビールの一番美味しい食べ方と飲み方についていろいろ考えたんですけど、今日はですね、すごい美味しい食べ方をしようと思います。このごまのラーメンとビールと、あとはですね、卵で、デザートにこの生チョコもちもちクレープを食べたいと思います。やっぱりこうね、ドイツのビールに美味しい飲み方っていうのは、日本のファミマークとか一番美味しいと思います。皆さんどうですか？ドイツビール飲みながらどういう食べ物を食べてるか、ぜひコメントで教えてきてください。さて、ラーメン、卵っていうのを食べながらドイツビールを飲んでいきたいと思います。このごまラーメンは今5分ぐらい待たしたので、今からちょっと作業をします。ごま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 。これ混ぜてきます。そしてこの紙ワークで買ってきた半ゆで卵を中に入れときます。あとはですね、ビールを飲みながらこのラーメンを食べましょう。いや、ラーメンもビールも最高でした。これでビールはあとちょっとで飲み終わります。皆さんどうですか？
ドイツのビール飲んだことありますか？もし飲んでみたかったら、この動画の下の辺にドイツビールのリンクを貼っときます。楽天で販売してるので、もしドイツビールを飲んでみたかったらぜひ飲んでみてください。これね、これとこのごまラーメンの組み合わせと、あとこれ、ね、卵という組み合わせで最高に美味しかったです。やっぱりあのビールはラーメンと合います。皆さんどうですか？あのビールとこうどういう組み合わせが好きですか？ドイツビール飲んだことありますか？もしあのドイツビール飲んでみたかったら、ぜひあの下のリンクにクリックして楽天で買って飲んでみてください。まあ、あとこれ、ね、Twitter とかいろいろやってるんで、まあ、今度また会いましょう。 Bis zum nächsten Mal. Tschüss!